AfterZone。 ゴールキーパーは今村祐介、最終ラインは右から西野、奥田、深湊、中盤は吉田と長谷川のダブルボランチ、右のワイドに内田、左に森川、そしてインサイドハーフには右に前川大河、左に森優斗、そしてワントップには赤星海馬を予想しています。ゴールキーパーは青木心、最終ラインは4バックを予想しています。右から松本優馬、黒木健吾、江川元気、左のサイドバックには辻岡優馬、中盤は安田と遠藤のツーボランチ、右のワイドに矢野、左に井上、そしてツートップに竹颯と橋本健吾を予想しています。二人で目線を隠しながら長谷が直接狙っていく。ゴールキーパー青木心、なんとか防ぎました。慌てずに遠藤から左を使って、さあここに縦にいた竹颯、最後は井上蓮のシュートでしたが、ここはしっかりとゴールキーパー今村が防いでいます。そして安田、今度は左へ展開しますが、ここに内田瑞希がいます。ボックスの中には5人、直接狙ってくる。しかしこれはクロスバーの上、遠めの距離から狙ってきました。66番の内田瑞希です。松本が右足ふわりと浮かせて大外、ボックスの端、こぼれたボールは辻岡、戻してここから入れてきたクロスボール、今村が飛び出ましたが、その前にファールがありましたか。安田、竹、一度戻してここから左足で入れてくるか、ふわりと浮かせて正面に入れてきた、ヘディングシュート。ただその前にファールがありましたか。しっかりセットしながらシンプルに速いボールを入れて森のシュート、こぼれてまだあります。西野翔太のシュートは少し距離的にもうまくヒットしませんでした。より近いところに人が集まっていますが、ニアを狙ってきた、頭で弾き返したところ、再び松本、ここからふわりと浮かせて中央を巻いてくるボールはそのままゴールに吸い込まれていきました。最後は誰が押し込みましたかね、辻岡が押し込んだか、あるいはそのまま蹴ったボールがそのまま吸い込まれていったか、いずれにしても先制点。まず先にスコアを動かしたのはアウェーのテゲバジャーロ宮崎です。リプレイ、松本のキック、最後はそのまま、そうですね、今村の手を弾いてそのまま入っていますね。吉田陣平から今度は右を使う、一瞬カットに入りましたが、内田瑞希、低いクロス、さあ今しろんだ、前を向く右足のシュート、振り向きざまのシュートですが、これは枠を捉えることができませんでした。1点リードのアウェーの宮崎、一本にかけるホームさぬき、ここから竹のシュートだ、すごいシュートが決まった、遠目から右足一閃、竹颯今シーズン6ゴール目を決めてみせました。追加点はアウェーのテゲバジャーの宮崎。スローインから橋本がすらして、この位置からの右足、今村の手も届きませんでした。その中抜け出ている井上、ここで橋本圭吾の右足がここで決めました。さらに追加点は阿部テゲバジャーの宮崎、処理しきれなかったボール、諦めずに追いついていた橋本圭吾、今シーズン11ゴール目、さらに追加点、そのリードを広げます。
リングで押し返したボール、井上が狙っていましたが、ここでクリアしきれなかったボール、難しいアウトサイドのシュート、ここも少しボールがルーズになっていますが、変わって入ったさつきだ、中央に送って竹颯、縦に走らせる、さあ永永が自ら切り込んでいく、切り返してボックスの中、左下シュートだー、4点目、その勝利を決定づけようという4点目、変わって入った永永、これが J 初ゴール、宮崎のリードを広げる4点目が入りました。リプレイです。折り返して竹颯、縦に走らせた永永、冷静にボックスの中で左足振り抜いてみせました。スローインからの吉田陣平、厳しくチェックに行く、フェイントを入れて吉田健太郎、ここからふわりと浮かせるボックスの中、庭師オン、しかしここはゴールキーパー青木がしっかりとキャッチ、そしてここで長い3つの笛が鳴りました。2試合連続ドローだった宮崎、勝ち切る力を、その大熊監督の言葉通り、今シーズン最多4得点を取っての4対0、アウェーで勝利を重ねました。ダゾーン